おはようございます、榎本貴之です。ご覧の通りですね、今日は雷門に来てます。で、この雷門の提灯ってね、皆さん見たことあると思うんですけども、この下のところって見たことありますかね。これですね、見えますかね、松下電器って書いてあります。というわけでですね、松下電器がこの提灯を、送ったっていうことなんですけどもね。松下幸之助さんは、かなり有名な話だと思うんですけども、すごくね、神仏を大切にされたっていうことなんですね。で、信仰を持つとか宗教を信仰するとかっていうことは、どうのこうの言うつもりもないんですけども、ただ、神様仏様を大切にしたっていうことで、商売って結構その辺重要なんじゃないかなっていうふうに僕も、思ってるところがあります。今日も一日、よろしくお願いします。